界の方と、このテレビを見ている遠方各国の方に突然の群れを許していただきたい。私はエウーゴのクワトロバジーナ大使。話の前にもう一つ知っておいてもらいたいことがあります。私はかつてシャア・アズナブルという名で呼ばれたこともある男だ。私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐようとして語りたい。もちろんジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。ジオン大君の意志はザビ家のような欲望に根ざしたものではない。ジオン大君がジオン公国を作ったのではない。現在スターズが地球連邦軍を我が物にしている事実はザビ家のやり方より悪質であると気づく。人が空に出たら地球は人間の重みで沈むのを避けるためだった。そして空に出た軍がその生活圏を拡大したことによって人類そのものの力を身につけたと誤解をして、ザビ家のような勢力を収まらせてしまった歴史を持つ。それは不幸だ。もうその歴史を繰り返してはならない。逃がした。空に出ることによって人間はその能力を広げることができるとなぜ信じられないのか。我々は地球を人の手で汚すのと言っている。スターンズは地球に魂を吹かれた人々が集まり、地球を汚そうとしているのだ。人は長い間この地球という入りかごの中で戯れてきた。しかし時はすでに人類を地球から散らかせる時は来た。その後に至った、なぜ人類同士が戦いで地球を汚染しなければならないのか。地球を自然の揺りかごの中に戻し、人間は空で自立しなければ地球は水の惑星ではなくなるのだ。この関わりさえ砂漠に飲み込まれようとしている。それほどに地球は疲れ切っている。今誰もがこの美しい地球を残したいと考えている。ならば自分の欲求を果たすためだけに地球に寄生虫のようにへばりついていて良いわけがないか。エンリー・サーンがこのような時に戦闘を仕掛けた。見るがいい、この暴虐な行為。彼らはかつての地球連邦軍から膨れ上がり、逆らう者は全てを悪と称しているが、それこそ悪であり人類を衰退させていると言い切れる。戦闘をご覧の方々はお分かりになるはずだ。これがスターズのやり方なのだ。我々が世界を武力で制圧したのも悪い。しかしスターズはこの議会に自分たちの味方となる議員がいるにもかかわらず破壊しようとしている。